気持ちいい。6月14日の朝8時です。今日はここ花岡公園キャンプ場にいます。今日はいよいよ青森県津軽半島の先端タッピ岬を目指していきたいと思います。その前にちょっとコインランドリーによって洗濯をしたいと思います。では今日も行ってきます。じゃあ行くぞ。新青森駅綺麗だね。よし、タッピ崎までだいたい1時間半ぐらいです。来たー、海だー。うわうわ、すげえ、めっちゃ曇ってる。ああ、急に曇ってきちゃった。マジ？ふざけてる。あんなに晴れてたのに、わざわざ遠回りしたのに。あー、海の匂い。よかった、ちょっと晴れてきたかな。反対側の下北半島もうっすら見えますね。よし、ちょっと休憩。道の駅平田って、おう、台場です。かわいいね、いい子だね。風情がありすぎる。うわ、気持ちいい。わあ、めっちゃ綺麗。やっぱ陸奥湾の海はめっちゃ綺麗なんだよな、透き通ってて。うえうわうわ最高。I know your world is all alone. Yeah. Cause I can see it in your eyes. Oh yeah. あっちの方がタッピ崎かな。すげえ。わあ。気持ちよすぎでしょ。なんだこりゃ。タッピ岬の付近に来ました。あと12キロです。ここはサンマヤっていうんですかね。外ヶ浜町サンマヤ。すげえ、木の小屋みたいなのに船がいっぱい並んでる。お、あと 1.3 キロ。うわ、面白いトンネル。ディズニーランドみたい。到着。タッピ崎に着きました。ここはタッピ漁港のそばにある無料駐車場です。まずはそこの帯島って読むのかな、帯島を見に行きたいと思います。透き通ってるよ。魚も見えるよ。綺麗。
れそうじゃないですか。ちょっと行ってみますか。気持ちいい。よし、次あの上あたりにあるタッピザキ灯台に向かいたいと思います。その辺にお店もありそうなのでお昼ご飯食べようかな。うお、すげえ、大海原だ。あれがさっき言った折島ですね。北海道です。すげえよく見えるじゃん。あの辺が函館ですかね。で、あっちは見えないですけど、この辺りが下北半島、あの辺が北海道の最南端の白神岬ですね。いや、こんな近いんだね。こっちが灯台で、ここが駐車場で、あっち側です。遊歩道入り口って書いてあるんですけど、ここのことこれはちょっときついね。多分あの先まで行けるんでしょうね。なかなかハードですよこれは。ちょっとやめておこうかな。迷うな。ウニ丼は6月20日からだって。今日はね、6月14日です。絶景だよ。めちゃめちゃうまそうやな。なんだろう、貝殻、卵かな。ごまだれで付けてありますね。謎の貝。卵焼きかな。これは中に貝柱とか入ってる。これめっちゃうまかった。We freeze when it's all up to us. So let's fight it, make it stand and try it. Everything will matter from now on. ブドウでいい、はい、です。ありがとうございます。ありがとうございます。ライダーに優しい。いただきます。
山形からいらっしゃった旅人さんです。よし行くか。いや長話しちゃったありがとうございました。バイバーイ。いやこちらのお店の方とあと山形から来たライダーさんのお話ししてました。楽しかった。よしじゃあ次はですねここから1時間ぐらい下ったところにある高山稲荷神社というところに行きたいと思います。千本鳥居が綺麗だということなので行ってみたいと思います。うおわーおほらすげーわ。止まっちゃったちょっと。すげーやば、気持ちよすぎる。あ、山形ライダーさん来たよいしょ、うわい、気持ちいい。気づくかな、気づかないよ。気持ちいい、うわ。気持ちいい。いやー気持ちいい。うわ滝。あ、これ13個？え、でかっ。これ13個？ちょっと今取り遅れちゃったけど、13個の横に来ました。え、こんなでかいの？すごっ。え、もしやこれ、13個の上通るのでは？あ、通るわこれ。来たぞ。来た13個。お、気持ちいい。いいなぁ。高山稲荷神社に着きました。このように千本鳥居を見ることができるそうです。こんな写真が撮れるといいな。行ってみましょう。着きました。行きますよ。せーの、ドーン。めっちゃ綺麗。はい、戻ってきました。熱い。じゃあ最後。ここから20分ぐらいのところにある芦野公園キャンプ場という無料キャンプ場に行きたいと思います。最後もう一踏ん張り、行ってきます。着きました。芦野公園オートキャンプ場です。この区画に入れる感じですね。こうやって駐車スペースがあって
芝生があってって感じです。あそこは炊事場かな。今ここのこの辺に止めたんですけど、炊事場があってトイレがあって足の子、これで無料はいいですね。ウシガエルかな。昨日耳栓なくしたんですよね。